は、もちろん数字を使いますね。で、前回はその数字を、紹介しましたけれども、まあ、多分皆さんまだ覚えてると思いますね。まず、基本数字ですね。satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. ですね。まあ、もちろん、数字を覚えたら、もう、時間、の表現もたくさん、使えると思います。あと、まあ、だいたいこれぐらいですね。なんとかブラスですね。十なんとか。例えば、11から19ですね。11、12、13、14、15、16、17, 18, 19. ね。まあ、このブラスが、カタカナでブラスって書くんですけれども、まあ、気をつけないといけないんですね。L を使いますね。ブラス。ブラスです。はい。10何とかですね。11、12、13などなどです。ブラスを使います。これも前回も、しましたね。なので、こういうふうに数字を使って、時間をこう表現しましょう。あと、まあ、他にも、多分時間だったら、なんとか10ですね。なんとか10も、使いますので、なんとか10というのはインドネシア語で、なんとかプルですね。これも前回やってましたね。スプル、ドアプル、ティガプル、ンパプル、リマプル、アナンプル、トゥジュプル、デラパンプル、スミランプル。だいたいこれぐらいかなと思います。なので、基本数字と、十何とかと、何とか十、その数字を覚えたら、すごく、その時間に役に立つ、あ、立つので、ぜひぜひここで使いたいと思います。はい。こういうふうに、時間と時計がありますね。この三つありますけれども、まあ、ここではですね、時間の表現の仕方なんですけれども、まあ、ジャムというのは時間とか時計という意味ですね。なので、まあ、なんとか字ですね。なんとか字。例えば、ここ、一番左ですね。二字ですね。二字。二は、ドア。なので、ジャム、ドアですね。ジャム、ドア。この、下線のところに数字を入れますね。ジャム、ドアが2時ですね。で、2番目、12時。12時なので、ジャム、ドア、ブラス。ジャム、ドア、ブラス。で、3番目、5時ですね。ジャム、リマ。ジャム、リマになります。で、1番右、9時なので、9は、スンビランですので、ジャム、スンビラン。ジャム、スンビラン。です。で、まあ、ジャムは一般的な使い方ですね。どんな時でもこのジャムというのは使います。なので、これさえ覚えればもうどんなシチュエーションでも使います。フォーマルな時でも、カジュアルな時でも、これ使います。で、もう一つの表現があるんですが、ココというのがありますが、まあ、これは、ここでは、ジャンと同じ意味になりますね。なんとか G。1時、3時とかね。pukul dua。pukul dua belas。pukul lima。pukul sembilan ですね。で、pukul に関しては、フォーマルな時だけに使っています。なので、普段、友達と話している時は、pukul を使うと逆に変になりますね。なので、また、通知とかですね。例えば会議通知とか、他になんかニュースとかね、ニュース番組とかだと、ポコルを使います。ポコル1、ポコル2、ポコル12などなどです。でも意味は、ジャムと同じですね。で、他にこのポコルという単語は、他に意味がありますね。叩くとか、殴るとかはポコルですね。で、昔の人って、時間を知らせるために何かを叩くんですね。例えば、1時だったら、こう、1回叩きます。で、2時だったら、2回叩きますね、昔は。
皆さん、全員時計を持っているわけではないので、なので、あ、一回叩いた、なので、ポコサットという、なんか由来でした。はい。こういう、なぜポコになるかというとですね。ポコは多分一般的な、なんかよく知られている意味としては、まあ、叩くとか、殴る。なので、じゃあなんで時間を表すときに使うの？というときに、まあ、昔はですね、そういうやり方でしたので、ポコを使います。はい。で、この、活性のところに数字を入れますね。で、この過去の中に、トッパッというのがありますが、このトッパッというのは、ちょうどという意味です。ちょうど。なので、まあ、2時ちょうど。ジャン、ルアトッパッですね。で、12時ちょうど。ここ、ルアブラストッパッ。5時ちょうど。ここ、5 tepat. 最後、9時ちょうど。jam 9 tepat ですね。これはまあ過去にあるのは別に言わなくてもいいということですね。でもたまにちょうどですよということをこう強調したいときには、使いますね。jam 2 tepat とか、jam 1 tepat、jam 10 tepat とかですね。はい。で、続いて下の方ですね。まあ、これはなんか、パギシアンソレマランというのがあるんですけれども、でも、まあ、はっきりとはですね、このパギが3時から10時というぴったりに、こう、使うんじゃなくて、まあ、大体ですね、大体で。なので、これは、なんというかね、まあ、フォーマルな場面でも使うんですけど、なんかこう、はっきりする境目というのがないんですね。日本語だと、なんか午前と午後、まあ、ちゃんとその12時で、切るんですけど、インドネシアではそういうのがなくて、で、この4つに分けられたんですけど、まあ、だいたいこんな時間ですね。だいたいで大丈夫です。キラキラですね。キラキラ。だいたい。だけです。なので、きっちりこう、じゃあ10時1分だったら深夜になるのか、みたいな感じ。そうではなくて、まあ、だいたいで大丈夫ですね。まあ、パギというのは朝ですね。朝という意味なので、まあ、だいたい3時とか10時。2時もたまにジャムドゥアパギとかね、言う人もいると思いますね。ジャムドゥアパギとか、ジャムティガパギ、ジャムスビランパギとかですね。で、ちょっと、まあ、11時からは、シアンですね。お昼、昼ですね。シアン。ジャムスブラスシアン。ジャムサトゥシアンですね。その、シアンパギシアンというのが、最後に、ありますね。このテパッのところに、このパギシアンソレマランを入れますね。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、さまざまな授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは、Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング。日常インドネシア語アニメーション教材。語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも、検定対策したい人にも、自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。